こここんばんんんばばははようこそちょうど今日は淡路島リトリートから戻ってきてこちらに大阪に宿泊中です。 今日ですねリトリツに参加してくださった、えー、方々もご覧いただいているのかもしれません少しお待ちくださいねライブ配信今、えー、ですねスタートしていくんですけれども今参加どんどんと、えー、参加してくれている方を、えー、ウェルカムウェルカムようこそようこそ今日も幸せだったかいもう今日は淡路島からみんなと 今日のライブ配信のことを思って本当にもういやー新、新宇宙次元、神次元で、えー、ですね、えー、これから、えー、どんどんとですね、宇宙元旦とともに、えー、皆さんが、えー、開いていく世界ですねそういうものを本当に垣間見てきましたようこそこんばんはいやあやちゃん参加してくれてありがとう ああやかあ、はい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 ありがとうお幸せですよね <laughs> はい今日はもう本当に、えー、ですねまず皆さんと、えー、ですねこうまだですねちょっとイザナギ神宮のヤシロの周波数と小野コロと小野、えー、コロ島、えー、神社この両方はですねもう私にとっては イイザナギ・ザナミのもう本当にこう荒見玉右み玉ですね本当に男性性の部分と女性性の部分をですねイ、えー、イザナギ・ザナミが統合してくれて私たちが本当に八百万の神としてですね、えー、日常を送っていく、えー、そういった、えー、サポートをねしてくれてなんともう本当に金龍銀龍までやってきてですね、えー、半端ないこう新しい 地球を体験してきたし、まあ、地球天国ですね、もう本当に。その周波数を皆さんと分かち合いたいなと今日は本当に思っています。で、あの、私自身が結構いろんなね、無料遠隔したりとか、無料オンラインコースもしてて、宇宙マネーをね、ずっと、あのここ最近ずっとやってたんですけどね、皆さん見ていただいたかどうか分からないんですけれども、いよいよもう、この新宇宙次元っていうのは、 深海、神の世界ですね。深海をあなたが、えー、生きている八百万の神として自覚してですね、日常を送ることですね。あ、お誕生日だったんですか長女の方。はい。お誕生日おめでとう。今日のお誕生日の方も見てくれてから、お誕生日おめでとう。イザナギイザナミと、そして、え、えー えー、友人たちがですね皆さんのもとに来て祝福してくれていますので、えー、それをどうぞ、えー、受け取ってくださいいやもう本当にねあの叶い叶う力も新管、えー、が出るんですけど要は、えー「新宇宙次元は無限の無尽蔵の、えー、あなたがですね想像の原点にいるのでもう全てあなたの中にある世界を生きていれば」 すべ、えー、てが叶うもちろんお金も人間関係もねえー、いかなるパートナーシップもですねそしてあな,たとあなた自身がこの世界で生まれてきて叶えたいことがですね叶っていく、えー、っていうのは当たり当たり前の世界当たり前だけどもまあミラクルが次々に起こるわけですよね、まあ、今日もですね本当にもうびっくりするぐらいこうその光が半端なく降りてたわけなんですけれども えー、淡路島に何よりもですね、えー、私たちはこの、えー、虹の、えー、レンボードラゴンも見たしそして日輪皆さんのいるところで私たち淡路島にいて日輪をですねこう太陽の周りに虹の縁が見えるに日輪を見てたんですが、えー、他のところでで日輪って見見えたたんししょうかね見ましたねそういうやっぱりなんかこう私たちが本当に、えー、新えー 宇宙次元で、えー、深海で生きている私たちを本当に外の世界もちゃんと分かるようにそして空にはもう龍神たちが舞い踊ってくれていたわけなんですけれどもはいあ見たえどこで見ただから私思ったんですよ日本のあちこちであちこちでその今日という日はね3月9日サンキューでね えー、サンキューですよでそれであのとにかくその虹が出た時にもう完全に私たちはもう「新宇宙次元」の扉を開いたそれはもう一人一人が創造主として、えー、自分をですね自分軸を持って、えーはあまあ、表現するですね自分の才能をね 発揮していいいくとううううよようななそういうタイミングなわけですよだからその無尽蔵のエネルギーを、えー、自分自身がこの地球次元で、まあ、使いこなす使いこなすために私は宇宙マネーというプログラムをやっているわけですね宇宙。宇宙マネープログラムっていうのは無尽蔵のその無限の,その宇宙の、えーえー、要は、えー、掘り起こせば掘り起こすほど湧き上がってくる。 エネルギーなことを言ってるんですねでそれがあなたの、えー、実際に、えー、内側にあって、まあ、アクセスして内側にから湧き,だ湧き出てきてそれがあなたの創造性クリエイティビティであったりとかそれが才能であったりとかそして、えー、周りからのなんかこう応援であったりとか、えー、こう お金を本当に循環したりとかお金でなくてもあなたが本当に叶えたいことが誰かに一緒に叶えてもらっていくとかですねそういうことが実は宇宙マネープログラムをしていると起こるわけですね今日なんかも本当にあの不思議のぐらいあの頼,頼んでもないけど叶えられたこの、えっと、サプライズギフトがあったわけですね、えー、今日リトリートに行った方は体験したと思うんですけれども、まあ 予定にはなかったけど予定に入れた、まあ、淡路島って言うと、まあ、要は日本最古の島でねイザナギイザナミが、えー、最初に作った島で、ね、そしていざなぎ神宮でイザナギイザナミが祀られているっていうことなんですけれどもそこそのやはりあの淡路島で有名なことのが皆さん知ってるのは多分玉ねぎ淡路島の玉ねぎが有名なんですけどそれ以外にですね、えーその お香淡路島でお香をいっぱい作ってるわけですよ国内の。でそこで私はもう本当に今,日今回ねリトリートをた方々には本当にお香を。 えまあ帰りもらいたいたし本当に自分に気に入ったお香があれば買ってもらいたいし別に買わなくてもいいし別にあの私お香屋さんではないんですけどねでもそこに行って私やっぱりすごいこうあの虹のお香とかあったりとか富士山の形のお香とか七福神のお香とか作ってくれたりとかですねでやっぱり私はすごくあの本当に、えー、なんか、うん、どこの神社であるいはどこの、えー、お寺で買って こう、海外かわからないけども、本当に懐かしいのを買ったりとかして、結構、あの、爆買いしたんですけれどもね。そしたらですね、あの、買ってなかった人もいたのかもしれないけれども。帰りにね、あの、その、お香の、あの、会社の方が、こう、バーって外に出てきて,きて、えー。人数分のお香をプレゼントしてくれたんですよ。そこで作ってるお香。で、ちゃんと販売しているお香ですよ。で、やっぱりそうやって、頼んでもないけど、そうやって、ある世界を生きると、そういったギフトが。 まあやってくるわけですよねでそれでは終わらなくてですね尾のころ島神社に最後に行って、えー、実際に小さな神社なんですけどもそこのえ社務所の方がですねみんなにって言ってですねあの,、えー、このやっぱりめ,めでたいめでたい松松のえ針があるんです松のこの針。でそれ大体2本ですよこうやって針って。3本 の針ですねそれすっごいあの、えー、珍しいんですけどそれをなんかプレゼントにくれたりとかなんかそういう意味で私たちって今日も一つのねそのある世界を、えー、体現していたなってそしてやはり目に見えない世界が実は目に見えるようにですね映し出されていくような時なんですよ。本、えっと、本当当にに、えー、意図ししたことが叶う力も本当にこの、えー、2020年は早いし、えー、その 結果的にやっぱりびっくりするほどのスピードで変化変容をしていくわけですね。だからあのぜひですね、えー、もうねえっとあなたがそうやって宇宙マネーのある世界で生きることをね、えー、着実に、えー、まあえー、歩んでもらいたいかなと思うんですね。もう、えー、私たちは、えー、こう紙次元 に言ってて、まあ、この神次元イコール新宇宙次元のことなんですけれどもそれはもう私たち一人一人が雨のみなか主がずっと言ってるんですけどあなたが宇宙の中心にいるということを忘れずにあなたの、えー、が宇宙の中心となり、えー、創造主創造の源の中心から、えー、全てを発信し続けてくださいそして発信し続ければそうなればなるほど、えー、実際に えー、あなた自身のこの、えー、地上で、地球上で叶えられていく世界は、明らかに、もう明らかに、もう祝福され、えー、まあ、地上天国が成り立っていることに気づくわけですね。まあ、もう本当にそうやって、えー、皆さんは宇宙次元に、まあ、ある種到達、えー、したんですよ。したんですって、自覚ありますか？はい、いそうです。宇宙の中心にいるということから、外れないでほしいんですね。はい、もう。 雨の源さん本当に親切に皆さんのところにやってきてですねトントンってこうやって扉が開いてますよあ,のあなたが宇宙の中心人物ですし中心にいてくださいと想像の中心にいて無尽蔵に想像をし続けることから外れないでくださいっていうことを本当にまあ言ってくれているわけですよ。はい、<laughs> 眠くなってきた。 はい、かそうカオスですよだって3月はもう、えー、前回も言ったようにですねカオスの、えーまあ、中にですねカオスの中にある無限の可能性の扉を開いて、えー、実際に、えー、宇宙次元の新宇宙次元の中に入っていくんですよねもうだからもう間違いなく、はい、カオスでいいんですよ。 カオスの中に要は巻き込まれる必要なくその中には実はあなたのこう限りない無限それはイコール宇宙の中心であるあなたあなたがそこにいるっていうね創造の源の中心軸にいるということをね実際に着、えー、実にですね、えー、まああの叶えている叶えているんですね叶えているから迷わないでほしいなと思いますね。うん でまあまあ、世間も今カオスですよねもう何を信じたらいいのかだけどあなたが宇宙の中心にいるイコール創造の源であり創造主なのでこの地球上で何を本当に創造しあなたは誰とどんなことを共同創造していきたいのかいくのかっていうことが、ままあ、間違いなく見せられていると思いませんか はいそうなんです変化を受け入れ,受け入れながらそして同時にですねまあ私は本当に、えー、現実的にもですね、えー、いろんな創造主たちと共同創造し,、えー、しているんだなっていうことを体験しています今。例えば、あのーまあえっと、今日月曜日だから先週末要は昨日おとといというのはですね 毎年行われているもう最大級の癒しイベントの中で大阪であ,、ね、あるんですけど、えー、癒しフェアというものが本来ならば、えー、ビッグな、えーあのね、たくさんの何万人で来て開催されることだったんですけどコロナちゃんのおかげでですね、えー、実際に 自粛して小さな、まあね、イベントに変わったわけですけどそれでもですねできる最大限を、えー、共同創造できたなって今回思うんですよ。例えばそれは、えっと、ライブで来れる方はライブで来てくださって z o o m ーム参加って、えー、実際にイベントをしてですねでおとといも本当にその主催者側のエル・アウラさんっていう会社が癒しフェアをしていて、えー、会長が遠藤明美さんでそして キツさんっていう社長がいるんですけどこの2人とそしてスタッフの方で運営してくれてねでその後夜ね皆さんであの有志でね集まって実際に来たんですけどあのアメリカのニューメキシコに住んでいる方でクリスティーナさんっていうね医者だけれどもまあ 直感コンサルタントみたいなことをしている方であったり並木さん並木義和さんも来てくれたりとかねそしてピコちゃんとで私とでで通訳さんとですね一緒にそれとあの並木オフィス並木の社長の菊田さんっているんですけど本当に一緒にで鉄板焼きの食べながらねあやっぱり本当に今は一人一人が創造主で その癒しフェアの共同創造をするのにやっぱり集った人,人たちだったんだなってだからこのこのタイミングでですね一人で孤独で何かをしようなんてすることなくですね人に知らせて、えー、本当に、えー、なんか地球の家族をですね増やしていくこともしてくださいねそうしてくださいあっズーム参加してくださってありがとうございます本当にまた6月もあるそうですね6月のえー、っと第1週目の金土、えー、であると言ってました私は金曜日 6月確か7日かな7日だと思うんですけど「えーえー、次元上昇チャネルリング」の次のバージョンをやったりとか「すみれちゃんと神様とハッピートークライブをしたりしようと思っていますので、えー、また、えー、時間タイミングがイブばね、えー、ぜひお越しください」なのでなんか、えー、とカオスがあったとしても私たちが宇宙の中心の存在で創造主であればなそのカオスから何を私たちは、えー、生み出していく 行くかっていうところにフォーカスしてほしいんですよ、えー、巻き込まれて終わるんではなくてねで今日ねそのインスタライブ用にですねいろいろあの質問をしてくれている方がいるんですねもう1回ちょっとねレビューするとあの。 宇宙マネーっていう概念はもうずっとあるんで,ああるあるんですででその宇宙マネーっていうのは、えー、その源であるその宇宙の中心からずこう無限に無尽蔵に、えー、こう、えー、要は湧き水のように湧き続けて、えー、限りなくですね平等に全ての人に。 流れれんんでできているんですけれどもその宇宙マネーの概念がわからない人にはそれスルーしてたりとかですねあるいはその宇宙マネーっていうのは本当にその豊かさがあるということを認識しそれを活用すること,、えー、と決めた人にですねでその人の内側にもある世界というものを知っているからこそ全てが叶っていくわけですからでその宇宙マネーっていう概念をまずねあそういうものが ありそれは無限にありそれは全ての存在生み出された存在に平等に与えられていますだから地球だけではなくて、えー、他の惑星にも、ねえー、その惑星人たちにももう満遍なくですねだ流れていくわけですけれどもなぜそ,それを、えーえー、使える人と使えない人がいるかというとこの違いだけなんです。あるる世界を生き続けているかかどこかで 欠乏したないない世界でないものをねだりとかないものないものだと思ってしまったらそれが続くわけですねなので、えー、そういう意味でですね皆さんには宇宙マネーはもうある世界そしてあなたが創造主であり創造の中心にいるということを内側でも外側でもそれを見続けて日常を送っていればあるんですよねはいそうなんです受け取ってほしいんですでちょっとねあの えっと、P パソコンを見ながら、えっと、質問してくださった方がいるんですよね。ちょっと質問を見ていくと、えー、20代から20年間もお金に困らないことの方が少なくて、要はお金にずっと困っていたということですね。意識、行動、波動、さまざまな側面から学んで実践しているのに、いまだ改善されていなくて、いくら努力しても、 本当にわからないのでアドバイスが欲しいですってこれねこの人今日ねイザナギイザナミ神社で、えー、私たちは素粒子化するということを意図したんですどことかって言ってですねこういうあのなんかあの学んで実践してるけどこれ実践してる時にねほとんど実践しても、えー できない無駄であるとかどっかで欠乏の方に行ってるわけですよねそれがえその形となって現れるからお金が困っている状況の方が多いんですというのはそこの自分の内側の世界でお金が困った状況の方が多いってカウントしてるようなもんなんですよだからその 宇宙マネーがそこに届いた時にはあ,あなたという存在はあお金に困るという体験を選んでるからそこにエネルギーが注がれるからそれでそういう状況がずっと続いているわけですね。でそのような似たような状況があったらですね素粒子化してほしいんです。素粒子化するる中中でで今ややこことを一緒にやりましょうねあなたの中でこの宇宙マネーのを すっごいもう無尽蔵にあるという確信をどこかで疑っててなくてそして自分の中で過去,か過去の経験値からいくと何をやってもどこかでやっぱりお金も巡ってこない叶うものはかなえられないとかね叶えられないとかね,叶え,られないとかね叶えたいものは叶えられないというそういう方々のためにちょっと、えっと、プチワークをしておきたいんですよ。そののプチワークっていうのは、えっと、皆さん のの、えー、ちょっと意識自分の意識識自分ですよ今肉体はここにあっていいですが、えー、ぜその本来ならばこれ素粒子化したらですねもうみんながこう先のように先のようにスルスルスルってこう形さえもなくなっていくんですけれどもあなたの内側の世界で全てのあなたが関、えー、わってきたその、えー、ないない世界ないない世界とかできないとかねかなわないとか えのそのえ自分自身をえこう否定よりも肯定してきたとか状況を否定してきたとか全てのものがですねあなたの意識に残っていたらそれを言ったんですねするするするって、えー、素粒子化しますで言い方変えるとですね今素粒子化している中でこういう言い方をしたら3回言ってください私はゼロ磁場化します私は ゼロ字します私はゼロ字バ化しました。そうなりました。そしてあなたの、えー、その素粒子化した意識が今渦を巻いているだけです。そして渦を巻いているだけのところにですね、そのゼロ字バ化して宇宙の 根源の源との周波数と今その素粒子が完全に周波数を合わせていく流れの中で竜巻が起こりますそして竜巻が起こった状態であなたの内側のに戻ってきますスルスルスルって下への足元からスルスルスルって戻ってきて あなたの全肉体の内側に全意識が一旦ゼロ磁場化して素粒子化して戻ってきた意識が隅々まで行き渡りますちょっと深呼吸しますそしてもう一度あなた自身の内側であなたに伝えておいてください私は 創造の源の中心に存在しています私は創造主です私は無限に創造し続ける存在です深呼吸しますその無限に創造し続ける 存在であるあなたを感じてください。ね、どうです。ゼロ磁場化してね。一回素粒子化して、また元に戻したら。ある世界、その創造の原点の自分の周波数。に、まあ、今戻されているわけですね。そういう状態の、うん、あなたが。 もうやっぱりもうここにあるというね、そしてその視点から見たときに、なんかね、すべてあるっていうところのに視点を置くんですね。もう本当にあるんですあるからということは、もうお金もあるんです無限にでえ、ある世界だから行動に起こしてるとさらに増えていくんですね。そしてそれとか本当にえっと。 多分ほとんんどの人はここでで引っかかるんですよそうは言ってもお金がなかったら恵子、えー、さんのワークショップに行けないとか思うじゃないですか。ででも本真実ある世界の人はね自分の通帳だけを見てないで宇宙マネーを見ているから私さこういうことしたいと思っててさ、えー、って言って周りに知らすんですよね。 私も行きたかったけど私日程が合わないけどこれ本当にあなたが行ったら私のもう専属のなんか例えばヒーラー認定コースだったら、えー、ヒーラーになってくれるこの2年間とか、ね、いろんな形で何て言うかないろんな形で自分一人で何とかする必要はないです。で宇宙マネーの原点には全てあるからある世界のもとで人に話していくとそれが叶っていくわけですよね。 なんかもうすごいそういう意味で全てあるっていう視点から自分を見るしそして周りを見た時にあるあるうんうんあるあるあるねあるあるこれありありっていう世界で無限に開かれていって、えー、欲しいものっていうか案外欲しいもの以上のものが手に入るし、えー、あなたがこの頭の中で想定している以外のところからまあ 入ってくるわけですよね。はいはい。だからそれをしてほしいんですね。だからこの方はぜひ今やったワークでクリアに一旦なったので、私には全てあるというある世界の、えー、住人になって、えー、あるものを全部見てください。であるものに今度見たらね、えー、おかげさまでとねありがとうとそれちつしてこれがあるのは。 私のおかげとといいいうことも忘れないでください何々のおかげで何々のおかげでっていうの大事だし感謝誰かに感謝するのすごい大事だけどそして忘れちゃならないのは私のおかげで、ね、このあることが気づいたし気づけたし私のおかげで、えーえーえー、のそうなったし私にありがとうっていうねななんか周りにもそしてそして自分にも感謝するっていうのはある,ある世界の住人なんですよ。 その循環してるからねそれやり続けてそうそうくださいねであのまだまだいっぱい質問があってですねあと30分ほどであの切れちゃうんだけどコロナの影響で学校が休校経済が停滞しているこの状況はどう捉えたらいいのでしょうかこういう時に恵子さんはお金をどのような感覚で使っていますかえある世界だから何も変わらず使ってますはいそしてコロナは コロナちゃんは本当にカオスを作っているんですが、同時にカオスの中にある本当に何が大切かっていうこと、これは私たちは今命があるんです。ある世界ですよね。そしてえこのある世界の中で私の命が喜ぶこと、そして周りが喜ぶことをやり続けたいだけなんです。そのためにお金も使ってるし、私の才能も使っているし、惜しみなく、惜しみなく使ってる。 それをやってください。はい、だからコロナの影響なんて関係あるないんですよ。 コロナがある。はい、ありますね。でも私もある。そしてお金もある。すべて私の、えー、無尽蔵な想像の原点にいたときに何を想像するかというと、コロナちゃんのおかげで、やはり大切な人をさらに大切に扱い。それまず自分ですよね。自分という大切な人がここに命があるわけで、この命が何を望んでいるかということに耳を傾け、なので本当に今回、 あのそのなんか必要のない時に外出するなんて私ずっとずっと毎日外出してますはいでもう本当に、えっと、今回大宮神社だけは行くことを決めていましたがそれ以上にですねあの卑弥呼のお墓にも行ったしで長谷寺やえ柏原神宮にも行ってですねやっぱりそこにもやはり恩恵があったわけですよね。 長谷寺に行くって決めて十一面観音様観音さんがいるんですけどもう十一面観音さんがですね足元に触れるあのご会長をしていて誰もい,いないんですよ。 ゆきさんとすみれちゃんと私だけで3人で瞑想できてで、あのコロ,コロナちゃんに感謝してねあなたもやはりねこれは人工的につがられたからどうのこうのという問題じゃないです今もうある世界をコロナちゃんののいるわけですよそうだからそこのある世界で感謝しているのはあなたのおかげで 自分への愛や本当に大切なことを大切にし私という命がこうやって今ここにあり生かされていることにもっともっと感謝してだからこの命がある限り私のこの地球上でやる目覚めのワークそして新宇宙次元を生きる人々を増やすための活動が広がるっていうそういうことですよ。はい ね、長谷寺行った人大好き、まあ、今ね6月30日まではそのご会長長くやっててあの足元のところでお祈りできるんで是非ですね自分の命命があるというね本当にみんなここにこうやって参加できてて命あるんじゃんとか言ってあるじゃんあるじゃんこの素晴らしさその無限にあ,のそのあるっていうことをねはい。 いや3月3日に行ってくれた呼ばれたんですよねだから私のメッセージ聞いてまだ行ってない方で、えー、ご近所さんやまた、えー、の旅をしたい方今すごい空いてるから <laughs> いいんですよね。はい でえっと、その、えっと、2番目の質問、そうですね。全員の質問できなかったら、ごめんね、でもできる限りやるね。えー、宇宙マネーオンラインプログラムに参加したいのですが、現在貯金、貯金が少ないので出費に悩んでいます。やりたいことがあるけれど、諦めるか、それともお金がないけれど、やりたいことを選んだ方が良いのでしょうか。はいえー、ある世界はすべ、えー、てあるので、えー、あ,のあなたの,、えーえー、っとその貯金だけに意識を向けないで、 周り,にえー、周りから受け取ることをしてくださいって言ってんですね、えー、この、えー、宇宙プログラムをやりたなんややると決めてですねそれを自分の体験をシェアしながら周りと分かち合いながらですね周りから、えー、その宇宙マネープログラムの、えー、プライベートク,ロードクラウドファンディングプライベートクラ,ウドクラウドファンディングというのはどういうことかというとあなたに出資してくれる人がいる可能性高いですよね。 でなのでぜひあなたがイエスと本当に思うならなんか妥協したりとかしないんですね。そしてあの宇宙マネーの,のまず宇宙マネーの原点っていうのはある世界にいるからどうしたらそれが可能であるか可能である現実を作るために、えー、あなたが動けばいいわけですね。ななんんかか私の,、えーそのえー、周りにいる方なんかは結構 プライベートクラウドファンディングとかいうのをやっててね去年なんかえっと私の息子のリッチーは実際にやってたことは、えー、世界中を旅して、えー、世界中の子どもたちに出会って夢を聞きたいって言ってそれでなんかクラウドファンディング結構何十万って集めていったわけですねだから本当にあなたの、えー、そのうんパッションとかその願いというものが 叶う世界をある世界を見てたらそうやってですね周りからお金が集まってきますし、えー、あなたの貯金通帳だけ心配する人ないですある世界を生きてくださいはいでえっとそして最近お金のことがうまく考えられません直感で使ってしまうのですが使えるお金があるのかないのか考えようとしてもうまく考えられません 買っちゃえと買うときもあれば、急に不安になって、ちゃんと管理しなきゃと思ったり、お金をどう、お金とどう関わっていいのか戸惑っています。はい。えー、プログラムのレッスンにありましたが、えー、お金と繋がる方法、はい。お金と繋がる方法は、あなたとまず繋がりますよね。あなたと繋がって、あなたという存在は、はい、もう一度、私は宇宙の創造の源の中心に存在します。 私は創造主です。だから自分が創造主だったらですねあの惜しみなくその私はこのいろんな才能を使っているわけですけれどもその才能はえ価値あるものであなたもそうですあなたの才能をどんどんと広げて可能性を開いていったらそれだけに見合ったものがどんどんとお金という形でもやってくるし人脈という形でもやってるし来るし機械オプチュニティ、チャンスとしてやってくるわけですよ。その 普段会えない人に会えるようなチャンスだったりとか、普段行けないところに行けるチャンスがやってきたりとかするわけなんですね。はい。だからそのように捉えてですね、え循環お金っていうのはどんどんと巡っていき、循環していき、どうあ自分が出したら必ず返ってくる。それのもうお金って宇宙の法則の一つの表れなんですよ。だからやっぱりこうぎゅーってもう握って、えー、ねこの使わなかったらもうそこでて滞って停滞していくわけですし。え えー、増やす一方だけではなくて増えたら、えー、その循環するために何に本当に、えー、使っていくか私は、えっと、結構本当に循環し続けている中でやっぱり世界平和の貢献のためのファンディングですねあのきそうい、えった、と、子どもの基金であったりとかルームトゥリードとかいろんなところ、えっと、野鳥が 実は私あのバードライフというところにも寄付したりとかいろんな子供だあの世界の子どもたちとかいろんなところにあるいは被災地とかねその時に本当に今必要なことだけをやってお金をこう循環していますねだからえすごくそれは永遠に循環しているからその,、えっと、その不安材料になるのは欠乏のところに自分がつながったっていうことなんですよ。でその 欠望につながった時にあのそれに気づいたらあ私今タイムライン欠望のタイムラインに乗ってるなって気づいたら今ねタイムラインにフィフホップステップジャンプじゃないけど乗り換えがすごい自由なんです。でということはあっ望の意識にいたなってあ気づかせてくれてありがとうポーンってはい。 また再び私は宇宙の、えーねえー、源の根源の中心にいます私は創造主です私は無限の無尽蔵の、えー、宇宙マネーにアクセスしていますそして私はどんどんとその循環の世界で生きていますっていうところに戻ったらいいだけなんです、はい、全てが私たちがもう無尽蔵に想像している、えー、世界ですよねだから 結望に行ったら結望の世界を広げていくわけですからそれをシフトするためにあこのタイムラインじゃなくて違うタイ,タイムラインそしてあ,ある世界にずっとまた乗り,乗り換え続けてください行ったり来たりなんです、うん。行ったり来たりしてもいいんですよというのは癖,癖がついてるから。 うん、でただの癖だからそれを自分で決めてあ私の癖があこっちにあったなっていうにはこっちに変えようそして大事なのはそういう欠乏のタイムラインに乗る人の、えーえー、と変化するためにはこっちのある世界に、えー、戻った時にね、えー、何をしてほしいかというと何があるかあこんなことがあってありがたいとかねそのある世界のあるあるあるをいっぱい口に出してもう指さすようにですねあの例えば今日はもうこの水がたっぷりあるとかね うん、目の前に自分に,、えー、にもうす常に与えられているこのだってスマホがあるそしてこんなインスタがあってインスタライブができ,できる道具があるみたいなある世界をだけをずっと見る、えーまあ、要はそれを習慣にすればいいんですね。それで結構く気づいたらある世界にもうそのタイムラインに乗っていることが多いと思います。はい でもちろんまだちあのない世界に行ったら気づいたら乗り換えもうそれそれをやり,えやり続けたらいいだけなんですねはい私はお金を稼ぎたいのですしかしその方法がよく分かりません口座を開いたりセッションの予約を取るために自分の売り込み作業をしなければならないのですが今流行りの高額口座の作り方講座を受けずに自力だけですることはできるのでしょうか はい、この方は、はい、まずあのねえある世界っていうのはなんかもうあるから、えー、稼がなきゃならない寝ばならないという、えー、私たちのパワフルな、えー、エゴちゃんでスーパースーパーエゴちゃんがいるわけですよ。このの、えー、人間の世界には、えー、そういうい、えーねえっと パターンに陥ってで私実は、えー、方法じゃないですね方法の前に大事なことをこの、えー、宇宙マネーでも学んでいただくんですけどある世界というのは自分がどうあるかっていうところで、えー、まず自分がこの例えば、えーんね、講座とかやってらっしゃる方ですよねセッションが。でそれはセッションしてる人や講座してる人は本当に星の数ほど増えてきてるわけなんですけども。 あなたにとって大事なのはそれをなぜやるかというあなたの深いストーリーリです。それは人によってね例えば自分自身が深いこう、ね、闇の中で常にずっと自分がこう子ども時代からネガティブなトラウマを の中で過ごしてて自分のことを大嫌いで何をしても自分が大嫌いだから周りからも嫌われてそれで目覚めて癒されて本当に自己愛に目,、ね、目覚めて来、えーえー、た結果、うん、多くの人がそうやって目覚めるために自己否定から自己愛へシフトするためのそういったストーリーがあなたがなぜそのセッションをやるかとかなぜその講座をするのかっていうところの深いあなたの、まあ、ミッションですよね。 ミッションがはっきりとあったらそのストーリーが実はあなたのセッションであったりあなたの講座がこうやっぱり響いていく、えー、わけですねある世界ではそしたらあなたという存在がそこにあることが分かるからあ私この人のこの講座を受けて、えー、さらに自己愛を深めていきたいとか例えば、えー、このセッションを通して私がこう,、えー、こう変化したいとかねそういうことなんですよだから大事なのは稼ぐ稼ぐっていうところの、えーまあ、マインドの中で こうこう恐れと一緒に混在するのではなくてあなたの魂がそのセッションをするそしてあなたの魂がその講座を開くのはなぜそうなのかというそのあなたの在り方の部分ですねこれは在り方はあなたの在り方はある世界につながり宇宙マネーがどんどんと動いていくわけですね。はい なのででで自力だけでもできます私はその残念ながら学その私がスタートした時っていうのはその高額講座の作り方とかいうことを教えている人もいなかったし私自身が自力でゼロでスタートしましまたもともと企業の、ね、人材育成のコンサルタントをしてたところから自分が趣味だと思ってた、えー、スピリチュアルな、ね、ヒーリングの世界に入ったのはゼロで誰も私のこと知らなかったです。 でもそれは自分自身がなぜするかというところを発信してその当時はファックスの世界でしたで21世紀になってどんどんとこねあのねホームページとかを作り始めてえマグマムっていう、えっと、メ,ールマガのメールマガのスタンドができてそこでもファ見つけてそうやってね あの地道にやっぱりある世界の人はやっぱりあるからそれがあることを知っているから出会っていくわけですよ。一人出会い二人出会いそしてまた仲間がどんどん増えてき、えー、その講座を受ける人が出てきたりとかそうやってやはり、えー、自力でもできますよ。はい。うん、はいで <laughs> 堂々巡りしないでください。えっと、あなたが、えー、本当に 愛を持ってそのこの世界であなたがやることをやってならば愛はお金です。お金は愛です。あなたは愛です。あなたはお金です。だからあなたが与えたものはあなたが受け取る価値があるという世界を生きてくださいね。はい。そ,そしてすごいリアルです。スピリアルなので。はい。でそこでえたくさんの人が結局はない世界に行っちゃうんですタイムライン。 あ私には価値がないとかね私はまだ始めたばかりだからあの、えー、そんなにお金を取,る取れる、えー、価値がないとか、えー、そういう罪悪感とかあったら全部これを欠乏の中の自分に、えー、エネルギーを注いでるので、はい、宇宙マネーのエネルギーはそこですかあなたが体験したいことはっていうことなのでスピリアルははいシフトします。 私には価値があるからこそ提供できるものがあり、それを提供することで私は愛を受け取り、愛はお金、お金は愛ですね。そしてその循環で受け取るうことをしてください。で、えー、っと瞑想して意識をある世界に持っていくのですが、なかなか現実に反映されません。心から信じきれていないからでしょうか。まあそれもあるんですけれども、まあ実践するって言ってもですね、頭でこうあの。 要は瞑想したあとにある世界のもう満ちたあなたがいたらですねまずあのやってほしいことがあります。自分が鏡の目の前に立って、えー、自分に対する自分が何をあるかっていうことを見てるからですよ。私にはこの美しいピンクの、ねえー、カラーの染められた美しい髪がある。私にはこのキラキラ輝く輝く目があるとかねそういって 自分がもうすでにあるじゃないですかこうやってある世界の自分を見てあるのだっていうことから始めてほしいんですねそういうシンプルなことから現実リアルな要は瞑想を通して内側の世界であるという状態を作ったならばそうやって自分の言葉に出してまず自分に対してある世界が、えー、ですね確,認確信を持てるために、えー、自分に働きかけるといいですね。はい はいそして、えっとこのえー、その宇宙マネーオンラインプログラムに入ろうと思っていますが、ついていけなくなるのが少し不安大丈夫なんです、実はね、あの前回はあの実際にあの去年やった時はえっ、ー、は動画で私が質問に答えてたのをそれはやらなくてライブ配信。 ですねえっと、3ヶ月コースなんですけどこれね、えっと、質疑応答はライブ配信でタイムリーにやるので、えー、なんか分からなかったとかね、えー、いうことはもう一度聞いたりとかですね何か質問が出てきたこととかあとはそのある世界を生きた人たちの話を聞いてこういうこと重要ですあつながった今止まったけど今またつながっていますが皆さん大丈夫ですかはい つな、えー、がりましたちょっと今ねなんかネットが弱くなって、えっと、再接続をしてましたお待たせしましたびっくりですあよかったえ何を話してたかというとはいえっとですね実は3ヶ月コースのこの、えー、宇宙マネーのオンラインプログラムの中で以前は動画で、えー、質疑応答をしていたのがライブで。 ライブでするのでタイムリーに私たちはつながって毎月1回その時間を取るのでねいろいろこう質問とかやっぱりやって、えー、見て実践してどんなことが起きているかというところを、えー、どんどんと、えっと、こう確認していきたいと思いますのでライブでうん、えー、もう今こうやってですねライブでつながって毎月つながって、えー、このコミュニティでね宇宙マネーのコミュニティでやっていきますので安心してほしいなと思います。 実は宇宙マネーパーティーっていうのをあの実際にえっとこの間にするんですけどパーティー最高でしたあの渋谷のすごい天井のなんか、えー、高いところで広いこう空間でもうまさにその宇宙のね無尽蔵のエネルギーを感じながらですねあのトークライブをするんですけれども、えー、実際にうーん実は あの本当にその時宇宙マネーで私自身もその日もう無尽蔵の豊かさを体験しているわけですからその時に起こってた出来事去,あの去年の場合は宇宙マネーに150人ぐらい来たのかなそれでその時に、えっと、楽しかった要はプレゼント要はサプライズプレゼントがあるわけですよ。でたちなみに去年ののサププライズプレゼントっていうのはあの シャネルのお財布私が使ってたお財布でそれが偶然見つかってこれをあげなさいって言って、えー、ガイダンスが来てでそれ一つだけじゃなくてですね当日私がまだ持って3ヶ月ぐらいしか使ってないのかなそのお財布も全部あのお財布お金抜いてそれあげたりとかねだから今回もなんか何が来るかサプライズギフト がやってくるわけですよこれ宇宙マネーのプログラムだからいや途中でっていうか時間が経ったのかななんか途中で切りましたがちょっとあの途中でやめたくないんでもう少しあのねあと、えー、15分20分いただきながらですねあの続けたいと思います <laughs> びっくり途中で停止しちゃったよ1時間経ってないのにねあのネットは今えっとはいホテルのちゃんとネットにつながっているので多分止まらないと思うのでとにかく 宇宙パーーティーはですねこの創造の源の中心でエネルギーをこう作ったって感じてそしてどんなに素晴らしいことが起こったかのもう要は報告会もするしそしてそういうサプライズギフトもするしというねでやっぱりその時にやっぱり今年はやっぱり今年のタイムリーな2020年のその宇宙の根源につながった時に本当に皆さんがその宇宙マネーを 体現することのサポートする、えー、パーティーなので、めっちゃ盛り上がりました。ので、今年も,も,もう盛,り盛り上がることは間違いないと思います。はい。ええー。だから、何よりもね、その、 同じことをやりながら現実化している宇宙マニーと一つになって自分がある世界を生きている人たちとの横のつながりがやっぱりライブねオフ会みたいなもんでねオンラインだけじゃなくってそういう人たちとやっぱりつながればそのボルテックスその宇宙マネーの世界を広げていく仲間とのまあ出会いも大きいのでぜひねこのコミュニティに入ってもらえたら嬉しいかなと思います。あちなみみに、えっと、そのののの申し込みは、えっと、私の、えっと、こイインスタライブの プロファイルの、えー、ところの URL に、えー、実際に、えー、申し込みできるようになっていますし、えっと、実際にブログを見ていただいても、えー、かあ,のありますし LINELIVE、えっとえー、では LINELIVE でなくてあライングループ LINE の HeelTheWorld にも皆さん、えー、入ってたら送ってます。はい え恵子さんはお金に困ったことがないのですがまたいつも楽しそうなので人生で悩んだりえー、辛い経験が少ないように見えるのですが実際はどうなんでしょうかだか,だ,だから私のタイムラインにはそのある世界があるわけですけれどももちろんある世界からストーンって外れて、まあ、会社経営もしてますしあのダイナビジョンというね それであのめちゃくちゃ困ったことはそんなないんですよなぜかというとある世界で常に無人像に宇宙マネーと繋がっているからですだけれどもこれあ、もしかして例えばこういうことがありましたよあの石の仕入れとかあのダイナビジョンでレインボーエンジェルズっていうあお店をね中目黒とえー、大阪の天魔橋とそしてシャスタでもやっててあの 石をね仕入れる時期が決まっててそれがだいたい1月末から2月でで会社って決算っていうのがあって要はあの実際に1年間が収,収支をちゃんと見て税金を納めて計算するとなんかこれこのままだったらえあのクリスタル買い付けいけないよねってだって1月決算でそれで税金とか,なんか払うのも全部考えたらえなんか仕入れなんか仕入れに。 1,000万欲しいねって思ってたりとかするわけなんですけどでも税金払わなきゃいけないしこれええー、とかするわけですよ。全 <laughs> 然「ああどうする?」って言ってで「ないないない」って言ったらないままですよ。でも私たちその宇宙マネーをダイナビジョン内でも実践しているのでじゃああるとしたらこんなことがあったらいいあんなことがあるよねあっだ,だからこのようにある世界を作ろうって思ってたら本当に宇宙からのサプライズがやってくるわけですよ。 ある世界を見てたらで私たちが想定した以上のああるる世界ががやってきたことがあるわけですその1位はねその時あの要はツーソンのクリスタルの仕入れをしてあのまた皆さんに喜んでもらって新しい、ね、石を仕入れてお店に置いてでそしたら「あのえっと、ドーリン・バーチュ」ってご存知ですかねあのエンジェルカードとかねいろんなカードとかいろんな本を、まあ、要はあのベストセラー作家さんでエン,、えーえっと、エンジェルセラピーっ コースとか、ね、やってるやってる方でそ,れそ,その時に、えー、その右腕の方でアンジェル・ハート・フィールドってあの去年も来てくれたんだけど彼女が急にメールが来て「ドーリンの持っていたえクリスタルハンドやさまざまなジュエリーをリン、まあのお騒りやけれども日本人の方が喜ぶかもしれないからあの持っていくね」って言って。 で実際にそれ実際にもうあの本当に折、え、半、っと、要は販売したら半分は料理に払ったらいいだけでなんとそれだけでも数百万になったわけですよでそれ以外には新しいその時期プログラムを提供して実際にえ教えてそしてその売り上げをクリスタルを買いに行く売り上げにしたりとかそうやってなんかねある世界はえ何か想像し続けるわけですよ必要なものをね 必要な限りに想像できる、えー、インスパイア、インスピレーションが降りてきたりするわけなんですね。まあ、そだからもちろんああ,あ,あもうちょっとこれ税金あ払えなかったらどうするみたいなことはあるけどあ払うような出来事を作り上げていくみたいな。だからあの困ったなあこのまま困ったラインで行くかって言ったらそうそれから戻り戻り続けてるようなことですね。 えっと、楽しそうですけれども悩んだり辛い経験がないように見えるのですがいや辛い経験ありますよ私の愛犬ミカエルが私が買ってきたあのカカオニブで亡くなった時は本当につらかったし今でも思い出したら辛いですよだけどその辛いというタイムライン私も持ってるわけですよそこにポンって乗って乗り続けていたらミカエルが1匹来て「ママママ?ママ」 僕と約束したでしょみたいに来るは来てくれるんですよね。あそうだえママがいる場所に今度海外にママが行ってる時に僕は一緒にスピリットで行けるんだよってねだから辛い思いはあの離婚もしてるんですやっぱりヘビーでしたよもちろんだってあの離婚のやり取りの時にはあのアメリカ人の旦那だったんですけどねあの 窓を開けて、家の外の窓マンションに住んで「My wife is a bitch!」っていうまあビッチっていうのは私僕の僕の妻はには最低の女だとか叫ば,れ叫ばれるんですはい叫ばれたんです過去にそういうこととかで私の引き寄せの本って赤い本読んだらわかるけどはちゃめちゃでしたよ人生泥沼もありましたよそういうねだけどその それを私という神は体験することで私がさらにスピリチュアルに目覚めていくために自分が仕組んだことが分かって目覚めていってそのタイムラインを乗り越えて次の最高の最善のタイムラインに実際に自分もそして周りも。 なんか付きき合う人も変わっててて導かれていたんですねだからあなたもそういうことだということを、ね、あの思い出してほしいのはあなたは今このコミュニティこのインスタライブのコミュニティに自由に出入りして入ってきてくれてこのね「新宇宙次元に生きる、えー、みんなをここで、えー、ね はいみんなそうしようよっていうねその話をしてきたようにだから私にももちろんつらい経験もありましたはいもう本当に、えー、いつ死んでもいいかなって思った時もありましたそしてもう早くこの地球を離れたいっていう時もあって孤独の中で生きてた時代もあるんですそのその時代の長さはその、えー、皆さんねもしかして今もそう思っている方がこ,のこれを見てくれてたら超嬉しいんですけどそれもありで その自分もまだ違うタイイムラインにいるんですよだけど私のタイムライン今のタイムラインは目覚めてこの地球天国に生きるっていうタイムラインにいる時間が長いんです長いから楽しいんです本当にねそれが、えー、本当に自分の習慣になってきているしそして皆さんもあのそういうその可能性があるということね是非あのえの 選んんででみて欲しいんですこれは本当に、えっと、人が選んでくれるんじゃなくて自分が選んんでで変わっていけるんですねでしかも、まあ、私の本当に、えー、大切な友人もいろんなカオスで、えー、本当に辛い思いをいっぱいしててでも私はその辛いタイムラインに一緒に乗ってなくってその人のと一緒にいる最高のタイムラインを見てるから。 え辛い思い思で一緒にあの同情はあんまりしてないでですねでも私はやってることはその人が自分で選んだ道を必ずえ選んで最高のタイムラインにはでいることを私は待ってるしえその部分そのタイムラインに一緒に乗っていたその人も知ってるからそこに帰ってくることを待ってるような、うん、仲間もいるわけですね。はい、で次行きますが はい、あの家族とか家族の出費借金とかえ実際にあったとしてもえそんな私でも明日から宇宙マネーを使えるようになりますかまなるんですけれどもなぜかというとです、ね、あなた自身がえそこのえ「借金イコール何と見てますか」と見てないですかで実はあのダイナビジョンってちゃんと、えっと、え企業会社であのお金借りてますよ。 それは信用になるんですよだからすごいことなんですよ。借金できたということはあなたは信頼信用があるからできたということはその,、えー、せその世界に信用を、えーえー、と要は積み上げているでそれを、えーえー、地道に少しずつ返すわけですね。もちろん出費があるけど、えー、今度はこっち側のあなたが宇宙マニーで必要なのは受け取るっていうところなんですよ。 だからまずは宇宙の源の根源の中心に自分が立って私は無限の可能性のある創造主で宇宙マネーを受け取るという自覚をしていくである世界をどんどんと言葉に出してほしいんですよ。例えば冷蔵庫があったら「わ良かった私の大好物のヨーグルトがある」って今日私は。 あのマンゴージュース買ってきたんで、まあ、私が冷蔵をかけた「うわありがとうマンゴージュース買ってくれてありがとう自分で買ってるんですけどありがとう」ってちゃんと自分が自分のためにそうやって、えー、飲みたい食べ物がちゃんとあるっていうね本当にシンプルなところからお水私たちの世界私たちが生きてる世界はね、えー、アフリカの水が井戸の水もないところではなくて本当に水道の水が蛇口をひねって出る。 あるそういった意味でちゃんとある世界をこの方は見ていただいてそしてある世界のエネルギーを使っていたら気づいたらあの臨時収入であったりとかあるいはまた自分がベタなそのやっぱり仕事にが手に入ったりとかするわけですねはいなんかいっぱい、えー、といろいろやったけど結局あなんか結局はい皆さんあめでたくですね えっと！ご質問に。全部答えることができたようです。嬉しいな。なんか、なんかそう。それだけでも質問があって嬉しかったし、それに対してお答えできたなって思って嬉しいなと思ってます。そういうわけでですね。うちマネは、ね、明日のえーえー、夜12時えー、10。23時59分で、えー、オンラインコースはね。締め切るんですけどもぜひですね。あなたが私の話を聞いてこの？ 宇宙マネーコミュニティに入って私とそのある世界を体現,体現し宇宙マネーを自由自在にですね活用していきたいなと思った方はぜひあのご参加していただければ嬉しいなと思います、えー、インスタライブのプロフィールの、えー、ウェブサイトのところにはそれが載ってますなんかね本当にね、えー、ますますですねこのインスタライブ実は楽しくなってきましたので、えー、次回はおそらくですね今日ははい もう一つ大切なお知らせがあります。明日はもうあと数時間で満月を迎えます。乙女座の乙女座の満月えー、本当にそれはですねえー。あなた自身が本当にえー、再誕生してですねえー。なんか本当に自分が着実にえー、培ってきたことが。 もっと実現していきやすい満月なのでぜひ明日の満月はそういったあなたが本当に大切にしてきたものが実現していくことを意識してくださいなので宇宙マネーもですねあなたが実現したいことならば一緒に、えー、実際に参加していただけたら嬉しいです明日のハッピー満月も明日というかもう12時回っちゃいましたので今日は、えー、乙女座の満月です本当に、えー あなたが本当に大切に培ってきたものがちゃんと自信になって自分が確立していくところにきっとですね素晴らしい再誕生して形にしていく時が過ごせると思います。 はいちご食べてください。いちご食べてください。ありがとうございました。本当に皆さんとこうやってつながれた、えー、私服の時間を受け取れて、えー、幸せです。そしてハッピーミラクル満月を送りましょう。明日も素敵な、えー、一日を送ってね。ありがとう。おやすみなさい。私は明日天川に行くぞ。じゃあね。バイバイ。ありがとう。 愛してます幸せです